マツコ、おいおまい、どうも、リュウです。行きたいですか？皆さん、留学ってどんなイメージがありますか？すっごくキラキラして、何もかもが楽しいってイメージありますよね。僕もそう思ってました。でも実際は違いました。なので今回は僕のキラキラな留学イメージがぶち壊された恐怖の留学1週間目について紹介したいと思います。渡航当時に航空会社から直行便が機材トラブルで飛ばなくなったから違う便に乗ってくれというメールが届いていたんですが、留学のことで頭がパンパンだった僕はそのメールを断視して、飛ぶはずがない直行便に乗り、なぜかオーストラリアに降り立つというところから僕の留学生活が始まりました。空港に降り立ち、ウキウキしてるのとつかの間、搭乗口を出ると早速スーツケースが紛失しました。空港の職員さんにたくさん協力してもらって2時間探した結果、受付の裏にしっかりと腰を据えていましたね。ちなみにオーストラリアに行って初めて使った英語はでしたね。そんなこんなで料理向けに出発したわけですが、1ヶ月1万円生活を計画し、僕は金を持ってバスではなく路面電車に乗りました。そして見事に迷子になりました。オーストラリアトラムという路面電車が走っていて、基本的に車内アナウンスはなく、それぞれが降りる場所の直前で絶妙なタイミングでボタンを押す必要があったんですが、それを知らなかった僕はあっという間に目的地を通り過ぎ、気づいたら茨城のスキューバみたいなところにいましたね。ちなみにオーストラリアでは運賃は駅数ではなく時間計算なので、ケチる必要はなかったんですけどね。先に行ってくれよ。ドアをガンガン叩く音で目が覚めるという最悪の朝でした。ドアを開けると、おそらく掃除業者であろうラテン系のおばさんが立っていて、何か僕に話しかけていたんですが、ドアつくほど寝起きが悪かったので、おばさんの英語が全く聞き取れず、とりあえずイエスと返したら、なぜかおばさんは僕が昨日使った新品の歯ブラシでトイレを掃除していました。その歯ブラシは捨てましたね。この日は街を散策しようということで、近くをブラブラしていたんですが、電線に靴が引っかかってるのを見つけて、高度な嫌がらせだなと思っていたら、調べるとこれは近くで麻薬の取引が行われているという印らしく、さらに調べてみると、僕が住んでいるフッツクレという地域はメルボルンで1位2位を争う物騒な街ということが分かりました。先に行ってくれ。4日目5日目は疲労困憊で爆睡してました。朝起きると鼻と唇から流血していました。完全なる栄養不足ですね。そこで初めてオーストラリアに来てから、うまいもん食ってねということに気がつきました。このフェストホテルの朝ごはんみたいな食事を6日間朝昼晩食べ続けていたので、体が SOS 信号を出していたものと思われます。ふと空港でおばあちゃんが僕に授けてくれた緑茶を思い出したので、おもむろにスーツケースから緑茶を取り出し、おもむろに買ったティファールでお湯を沸かし、おもむろにコップに入れて飲んだら、おもむろに涙がかかりました。なぜ涙が出たのか未だによく分かっていませんが、これも SOS 信号の何かでしょうか。こんな感じで僕は留学1週間を過ごしましたが、来る前と来た後のイメージの変わりようがエグかったですね。これから留学を考えている方に誤解を恐れずに伝えたいことがあります。留学は楽しいよ。